ようこそカラスの力へようこそ。おは、頼んでたものが届きました。ザダン、非接触型の体温計と、表面温度計です。で、これで何をしたいかっていうと、力の体温がもちろんこれで測れるとは思ってないんですけど、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない。カラスのくちばしがすごくぬくいですっていうのを伝えたい。で、多分体温計モードでは正確なことは何も出ないと思うんですけど、これボディになったら、こんな感じで今自分の体温は 36.5 って出てるんですけど、これが体温計モード。ピリダン、リキちゃんのくちばしで撮った体温計モード 35.2 かな。もちろんリキの体温よりは全然低い数値やから、多分こんなもんは全然実際の体温としては全く参考にならないんですけども、こっち、これでモード今変わって表面温度が分かるよっていうモードで、これやと例えばここの表面温度は今 25.1 度、ちなみに皮膚の表面温度は体温じゃないから33度ですよ。ちなみにこれ今冷蔵庫から出してきたビールのカンカンやとこんな感じ 9.6 度、まあまあ10度以下の感じですわね、冷蔵やから。でこれでリキのくちばしを測ってどんぐらいあったかいのかを見てみたら、こうほらこんな感じでくちばしがあったかいんですよっていうなんですよね。口開いてなくても29度とか、ちなみに誰がビビってんの、なんか追ってないやん。肩の辺とかでも27度とかあるから、中間の温度が25度やから、やっぱり体温っていうのはちゃんと表面温度が出てるっていうことかな、やっぱり。なるほど、全然。ああほら、やっぱり表面温度っていうのがきっちり、そう、これが見てもらいたかった。で足もほんまはすごいぬくいんやけど、あ、ほら床じゃなくて足の温度、表側でこの感じで、こう腕に乗った時とかのあったかさっていうのがすごい感じるんだけど、まあ足裏はさすがに温度取るのは難しいかな。ピッチやな、ピーってのが言わない、ピーって言わなかったらいいじゃん、これピーピーって言わさんし言ったけど、くちばしの温度がまあまああったかいですよっていうのが今日伝えたかったことですな。じゃあもう終わりにしようか、お前ケチやし、お前ケチやし、終わりにしようか。ケチケチしてる人ケチだな。ちなみにこれだと、あ、12.5、さっきよりちょっと温度上がった。うん、まあまあきっちり一応温度は表面温度が出てるっていうことで、リキのくちばしは 28.6 度あります。はい、というわけで今日はリキのくちばしの温度があったかいんですよっていうことで終わりにしたいと思います。じゃあな、リキ、今日はおしまい、おしまい、生のラムチャくん、おしまい、リキちゃん、またね、バイバイ。